はい、南インドの、すみません、インドの日本語教師の皆さん、こんにちは。このビデオは、先ほどの続きで、ライトニングトークとか、シェア、すみません、ショー&テルですね。ショー&テルを行うときに、そういう教育活動の、うるさくてすみません。はい。赤さんが泣いてます。近くですいません。はい。そういう教育活動の、今度は学習者の視点から何をするかをご紹介したいと思います。はい。今ですね、先生がもうすでに、ズームのチャットボックスに、Google スライドを共同編集するリンクを、ペーストしました。シェアしました。皆さん、学習者は、それをもう今コピーしたところです。はい。コピーしました。クリップボードにコピーしてあるので、それを、ここの、アドレスバーですね。アドレスバーにペーストして、エンターをします。はい。そうすると、このように、編集できる形で、Google スライドを開くことができます。今、ログインってあるのを見るとわかりますように、これは、教師として、ログインしているわけではありません。誰でもログインしなくてもこれを編集することができます。はい。そしてこのように見てみますと、もう1枚目と2枚目と3枚目は、誰かすでに他の人が選択していて編集中です。ですので、皆さんは、誰も編集していない4番目の、この場合は4番目ですね。この場合は4番目のスライドを編集することにします。はい。名前なんでしょうか。学習者の方ですから、例えばクマールさんにしましょう。はい、クマールさん。じゃあ写真はですね、何がいいかな。はい。写真を挿入するときは、この挿入、インサートですね。インサートからイメージ。これを、します。で、パソコンからアップロードするときはこれですね。はい、クマールさんは猫が好き。私、クマールです。猫が好きなので、この写真をこういうふうに入れます。あ、ちょっとこれは大きすぎますね。はい、こんな感じです。これでいいと思います。はい、もうこれで、パソコンの操作はおしまいですね。はい。まあ、もし名前を入れたかったら、ここに、猫の耳。というふうにしますね。はい。で、これで、準備は終わりました。で、ここからは先生がですね、じゃあプレゼンテーションを開始します。これは学生ではなくて、先生がこういうふうに、プレゼンテーションをするわけですね。最初は私の大切なものです。で、1番目の人が発表しました。2番目の人も発表しました。そして、私の番になりました。私は猫の耳に、私はクマールです。私の大切なものは猫の耳です。耳は猫の名前です。耳はとても可愛いです。こんな感じで話をします。これがショー&テルという形のものを見せながら学習者が話す。そういう活動ですね。はい。以上です。では皆さんにお会いできることを楽しみにしています。